昨日までのルール今日はただのルーズ壊してダントツゴール走り続けてないと他に意味はないとパンクな哲学なんだバイオリズムはスーバイリズムで受け入れは瞬間に結んだせる俺を取り巻く風ソニックとはいつも一緒なんだねソニックまあね私はクリームそしてこっちは友達のチーズですよろしくお願いしますああこちらこそよろしく僕らはいい友達になれそうだねそして僕のおじいさん素晴らしいこれほどミクロなラジコン飛行機見たことないぞどうってことないよこのくらいでも無茶だよ相手は軍なんだよ戦争になったかもしれないそれはそれでなんとかなるさそういう問題じゃなくておういやほんと大したものだ君のその科学技術はどこのものなんだどこって言われても元いた世界としかだからその世界はどこどこだろう時空間が歪んでこっちの世界に飛ばされたとしかねえソニックあの事故に巻き込まれたソニックに僕クリームチーズがいるってことはひょっとして他のみんなもこの世界に来てるんじゃあの時他にいたのはナックルズエミーそれとオスコントロールでこんな世界に飛ばされてきたのかまあいいわいこの世界にエッグマン帝国の基礎を築いてそれから他の世界にも領土を広げるのだなあねえ、手始めにこの町からいただくかどれにするかな、もうどれどれどれにするかなよいしょっいったビンゴ、これでいってみようソニックのせいだそれは誤解よナックルズ元はといえばエッグマンがいやソニックが無茶しなければこんなことにはならなかったんだなんでそう決めつけるの毎度のことだからさ違うかソニックのこと悪く言うナックルズなんて嫌い嫌いで結構ちょっと私を置いてく気嫌いならついてくるな
もう意地っ張りなんだから。ちょっと待ってよナックルズ。はい。それ、えい。もう強く打たないでよ。すればもっとピカピカになるぞ。おいしいですか？よかったです。テイルス、何？ソニックは？ソニックさんならちょっと散歩に行ってくるって出て行ったです。家から出ちゃ見つかるって言ったのに。見つかっても捕まったりしないよ。そりゃそうだけど。ところでソニックに何か用事？大変なんだよ今街で。止まれ。止まらなければ発砲するぞ。撃て。にぇ、無駄無駄。やったか。バカめ、そんなものが通用するか。お前より偉い奴は誰じゃ。所長です。ではそいつを呼べ。ソニックどこ行っちゃったんだろう。ソニック、ソニック、どこ？いたら返事して。ソニック、ここじゃなかったみたいだな。他を当たってみよう。ついてこなくてもいいんだぞ。ああ、でもナックルズ一人にしちゃうと心配。ねえ、私たち元の世界に帰れるかしら。帰れるかじゃなく帰る。どうやって？それは探すさ。とにかく俺は帰らなきゃいけない。俺には守るべきものが、しなけりゃいけない仕事がある。
だからこんなところでグズグズしている場合じゃないんだ。なんだ。挨拶と行くか。皆の者をよく聞け。私の名はドクター・エッグマン、世紀の天才科学者じゃ。わしは今からここにエッグマン帝国を築き上げる。この世界は今からドクター・エッグマンのものとなるのだ。ドクター・エッグマン。そのロボットは君のものか。その通り。だったら早くそのロボットをどけてくれ。非常に迷惑だ。ならばこの町をよこせ。ん？どういう意味だね。こういう意味だ。この町をよこせ。私に言われても市長に言ってくれ。では市長を呼び。クリス、急いで。ごめんごめん。クリスを頼んだぞ、テイグス。任せといて。ソニックが帰ったらこのこと伝えてね。もちろんです。じゃあ行くよ。Let's go.
いつらと関わり合いは。ナックルズのバカ。おいエミ、まったく世話に焼ける。エミ待てったら。くそ、どいつもこいつも。いつもこっちに来てたのか。面白そうなことしてんじゃん。あれか、よし隙を見て。遅いぜエミ。さんは身を守っただけじゃい。おや、やつがいない。あのいめいましいハリネズミが。ソニックさんいてくれれば。ソニックだ、ソニックが来た。何？ソニックこれからじゃ。
ック会いたかった。ちょっと。もうソニックに会えないんじゃないかと思ってた。苦しいや。全員手を挙げろ。なんだお前ら。言われた通りにしろ。失礼な奴らだな。やる気か。ソニック、これに捕まって。ナックルズ、おい。ナックルズ、早く。世界を支柱にできると言われる伝説の石、どうやらその一つが町に出現したらしいんだ。大変だ、ドクターエッグマンが新しいメカで早速狙ってきた。こうしちゃいられない。僕たちもトルネードで出発だ。次回ソニック X カオスエメラルドを手に入れろ。 Don't miss it!